周囲は、運動公園として整備されている。櫓の後ろに見えているのは、ボタヤマ締め工業所。縦工櫓は、福岡県カス郡締め町にある、元国鉄締め工業所の産業遺産である。近代建設技術市場価値が高いものとして、国の重要文化財に指定されている。旧締め工業所、縦工櫓旧日本海軍や、日本国有鉄道によって運営された。 国営炭鉱海軍新原炭鉱、国鉄締め工業所の最短部を昇降させ、石炭を搬出するための施設である。当時の海軍燃料省最短部第四、海軍燃料省の海軍技術省省、井の又登る設計、日本工業開始、現在の資源素材学開始の64号に、締め工業所仮想体開発について、に、井の又の詳しい記述がある。で、 詳しくは後に示すが、まくりや劇が、矢倉上部にある、東矢倉まくり形式の縦子倉、縦子倉とも記す。海軍時は、縦の文字が、国鉄移管後には律の文字が主に現場では、使われていた。どちらも正しい表記である。として、仮想炭の採掘用として設計されたものである。地上にある矢倉の部分は1941年に着工し、 1943年に完成。地下の縦坑は縦坑櫓の完成後1943年から1945年にかけて改作され完成をしたとされた。縦坑の底である壺下は完成形の縦坑では半球型にコンクリート等で塞がれるが、この縦坑の設計図には壺下の設計は記載されておらず、土などの改作をした後がそのままとされて、 最下層の石炭の採掘にも建港の延長ができるように読み取れる。終戦時には採掘用の行動までは未だ出来上がっておらず、国鉄移管後までは出炭はできなかった。井の又の著書が載る海軍燃料紙に海軍時に出炭できなかったのが残念であったと記載されている。海軍が軍艦用として開設した炭鉱で、廃戦時は 第4海軍燃料省という名称であるのだが、敗戦のため海軍省の消滅により大倉省が一時、所有していた時、海軍炭鉱最後の所長である第4海軍燃料省長、井の又昇海軍技術省省が、SL 運転用の石炭が不足していた、運輸省に移管させることに成功し、運輸省文字鉄道局締め工業所とされた。 設計者の井の又登は、食卓として、初代所長を引き受けたが、翌年元からの国鉄職員であった者と交代をし、自らは食卓技術職員となり、後に退職、優秀な技術者ではあったが、戦前は海軍技師として働き、軍人ではなかったのだが、戦時中に海軍単行の経営をしていた軍人が、戦場へで向き不足してしまったので、井の又は、 海軍の軍人である技術将校の技術大佐に登用され、後には職人将校技師の海軍技術少将,将海軍職人官では中将大将等の階級があるが、職人技師では技術少将,将が最高の階級であったにまで進級していたので、第二次世界大戦の敗戦後には公職追放処分となっていた。そのため、豊富な優秀なる知識を伝える間だけ、 国鉄に食卓での所長として配食をし、国鉄職員の所長が着任できると、すぐに普通の食卓として残務を行った後、退職をせざるを得なかったと、遺族からも証言を得ている。おし、民営炭鉱へと転職をされた。国鉄移管後に、立坑からも石炭が溶炭されていったが、最下層の採掘はされず、 国鉄鉄道路線の電化及び内燃化の動力近代化計画とのことで、この大工は1964年に閉山となった。建港やぐの建設には、海軍の看板でお寺の金などの没収をしたり、戦時下にもかかわらずそれまでに手に入れていた、イギリス製の鉄鋼をふんだんに用いた、鉄筋コンクリート造りで、当時の価格で200万円もの予算をかけて建設された。 高さ47.65メートル、長辺15メートル、短辺12.25メートル。9階建てとされ8階に、ケーペプーリーというまくり上げ用の巨大な貸子屋が設置され、東側の衝突室が運転席を務められた、花岡カメラ店主の花岡幸広氏の記述に詳しい。なお、国立国会図書館に所蔵されているので、ご一読いただきたいであった。 縦坑櫓の9階には天井走行クレーンの走行移動用レールが設置され、西側と室の底は穴が開けられており、地上からこの天井移動クレーンで部品の昇降が行われた。設計では実際に設置されたまくり上げ機から西の位置へ直角の角度にもう1セットのまくり上げ機を設置する様に描かれていた。実際に設置された型のまくり上げ機には、 刑事と呼ばれる短車と呼ぶトロッコの証拠と職員の証拠に利用された。もう片方はエレベーターのカゴに直接石炭を積み込み底がロート状なり石炭を運搬用のベルトコンベアーや短車に積める形であるスキップというシステムに設計されているように設計図に書かれている。地上から単層に垂直に掘られた縦坑が地直径7メートル。 坪下が下430メートルまで伸びている。縦高矢倉のまくり上げ室には、ケーペ式まくり上げ機が設置。ケーペ式まくり上げ機の直流電動機は、芝浦製作所、後の東京芝浦電機製作所。現在の東芝製造船馬力され、直結する直径5メートルのケーペプーリーが、矢倉の高層部、高さ35メートルの8階に置かれている。 6階に直径4メートルの位置の決定と滑り止め用のガイドプーリーが設置されている。7階にはブレーキシステムが置かれている形状で、その縦矢倉の形式はワインディングタワーと呼ばれる形で、戦前建設の下部は足のみで上部に大型の機械室と運転室を持つので頭で価値となりハンマーコップ布のタイプと呼ばれる。 この初期型の形式である国内設置のワインディングタワーは三井三池炭鉱四山第一建鉱に設置されていたがすでに解体をされており解体当時学会の一部には締め町のこの海軍建設で旧海軍炭鉱で平山時の国鉄締め炭鉱の建鉱やぐは知られておらず荒押しの四山第一建鉱やぐ解体後貴重な他に例を見ない 縦孔屋ぐが解体をされてしまったと、大騒ぎになっていたが、もう一件締め町に海軍が建設をした。縦孔屋ぐが残存していることが広く知られると、特に四山第一縦孔屋ぐと、同形式の縦孔屋ぐとして海軍が建設をした。ものとしても締め縦てやぐが注目を集めた。ワインディングタワー型縦孔屋ぐで、第二次世界大戦終戦前に建設されたもので、現存している。 ハンマーコップ付形式の盾工櫓は世界でも国鉄島炭鉱と旧南満州鉄道が建設経営をしていた無人対交流法縦工にトランブルール炭鉱の3カ所だけである。国内にはワインディングタワーの後期型のビルタワー形状の近代的なビルディングタワー形式の盾工櫓が長崎県の中高工業、同社は石油化学の大手企業となり、 中高化成工業として発展創業中である。福島炭鉱、北海道の羽幌大鉱鉄道羽幌炭鉱に建設されたのみで、後期型の中高工業福島炭鉱の福島第一立工屋倉は炭鉱敷地が石油コンビナートの再開発用の敷地となったため、ダイナマイトで爆破解体をしたので残ってはおらず、炭鉱当時の社員教育用だった。 建港櫓の精密模型が、農型市石炭博物館に寄付をされ、サチにも残っている。教育用の模型であったので作りや格し機器が全く、同じ形を縮小して作られているので、鑑賞用の模型とは違い勉強になる模型であり、一見の価値のある模型である。実物のビルディングタワー形式建港櫓は、羽幌炭鉱鉄道羽幌工業所跡地に、 残存の羽幌運搬縦孔やぐが内部危機器ともに一棟残っているだけである。また、縦孔やぐの建設現場ではどこででもあったことだが、この縦孔やぐを海軍が建設中でも命綱をつけてなかった飛び職が、やぐから落下し、絶命する事故はあった、元海軍での現場監督の証言。岩橋式事故人、皇室の学会資料が、 地下の縦工の掘削工事の現場でのは落下絶命者はいなかったと当時建設にかかった浜島武元副長が述べているものが日本産業技術志学会の締め大会配布資料に Q&A 様式で述べられたものが配布され国立国会図書館にも所蔵されている閉山後に当時の石炭産業合理化機構が盾工やぐら及び盾工、社工の 第八校の本おろしと連れおろし、本おろしのスキップ、ま、くり上げ木棟、扇風機高校と電動機器械室等を国鉄からそのまま引き取り、研修機関を設置する計画を立てていたが、坂戸校の跡地に鉱山研修センターが作られたが、この本体の場所は放置されて、ま、くり上げ木等の機械や、縦工倉の窓のガラスと窓枠が落下防止とされて、窓枠、 窓ガラスと内部機器が撤去された。放置状態の時には、縦孔櫓の解体撤去を行うとの行政や建築業者の声が強く、縦孔櫓を見ると地元に帰ったと安心する。当の住民の声は無視されてきて一部施設の解体撤去が実施されていた。ただし、その後の学会で櫓本体も貴重であると言われ、 学会の地元開催されたことで保存が決定された。1985年頃から産業考古学会の一部で調査が開始されたが、当時は解体論者が数多くを占めていた。日本産業技術史学会が、締め対抗跡地で市民公開で開催された時から、地元住民の保存希望者が多数集まって、締め立て港櫓を生かす住民の会、締め立て港櫓を学ぶ。 会答が設立され、学会と共に保存に向けて動き出したことで、登録史跡から重要文化財の指定へ動いた。この形式の縦校やぐらは、国内で戦前建設が2カ所建設されたが、戦前戦後の物件とも一つずつ解体されて、戦前のタイプはこの1件のみとなっていることから、2007年7月31日に国の登録有形文化財に登録され、 2009年12月8日、国の重要文化財に指定された。残存の一件は、戦後の後期系のもので、北海道羽幌町に残っている。建港や倉と、そのすぐ近くに残されている、社工口、国鉄かつ線や土地などが、締め工業所関連遺産として、経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。他に、 産業考古学会の推薦産業遺産に土木学会のランキングでも A ランクに登録されている。ありがとうございます。